皆さんこんばんはモナ・リザ・クロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さーて皆さん今日は写りはいかがでしょうか 4K24P で撮影しています。 まあこのリモコンを使ってあ、リモコンじゃないですね、これをね、シューティンググリップですけれども、これを使って、スタート、ストップをしています。あ、これ、ズームもできるんですよ。もう本当便利な時代になって、驚くばかりでございます。もう私が若い時にこういうものがあったらなあって最近思うことがありますね。逆を言えば 今の若い人は本当に幸せだなと思います。そしてだからこそこれからの時代は想像力が大切アイディアが求められる時代になるのかなといったこともね感じていますさて今日はですね最近購入したお気に入りアイテムを紹介しますこちらです。ストリーム デックと言いますこれめっちゃ可愛いと思いませんこのデザインなんかこういうデザインのものが机の上にあるだけでねすごく豊かな気持ちになりますよねデザインってめちゃくちゃ重要ですよ可愛いですよこれ黒もあったんですけど やっぱ白のがいいですね,これ,ねでこれは何をするものかと言いますとまだ使い始めなのでまだよくわからないんですけどもここにアプリを登録したりコンピューターに命令をかけることができますボタン一つで例えば音量を上げるとか音量を下げるとかアプリを起動するとか。 1>, 1つ2つ3つの作業を同時にボタン1つで行うとかとにかく使い方は無限大今日は具体的に私が使用している状況を実際にこれを見ていながら説明させていただきますとっても可愛いデザインなんですよ機場においても これれがあるだけで楽しい気持ちにさせてくれますまだ使い方がよくわからないのでとりあえずは基本的なことをここに登録しています使っているのは今のところ3ページだけですねこんな感じでページを進むことができますでご覧のようにアプリケーションが 登録されていますつまりこのボタンを押すとそのソフトが起動します。このようにファイナルカットプロが起動して動画編集ができるようになります。このボタンを押すと終了ですね。終了します。 一番使うものからこう順番に並べてあります。次に使うのがこれですね。キューベース。押すとキューベースが起動します。このアプリと一緒に私の人生があるような <laughs>。ちょっと大げさですけれども、そんな感じですね。ですから、思い入れがあります。紆を曲折しながらも。 え、未だに使い続けているソフトでございます。で、3つ目はこれはロジックっていう音楽制作。ソフトになります。これはファイナルカットプロと同じように apple の純正ソフトですね。はい、モナリザ chrome の。 えー、オープニングの曲ですねこれで作りました今ご覧になっているのがその画面になりますでその横ですけどもこれはルミナーですねこの3つは写真の編集用のソフトになりますルミナーネオ ですけれどもこのアプリすごく面白いですねこうクリック一つで空の表現を入れ替えることができますでその次は私が一番よく使うピクセルメータープロです こちらもアップルの純正ソフトのようになってきました使いやすいですねピクセルメーターで面白いのは最近このピクセルメーターは動画にも対応しましたので 動画のレタッチもここからできますしラットを作ることもできるようになりましたどんどん進化してますねで次が PL って書いてありますフォトラボですね同じアプリを使っていると行き詰めることがあります そういった時にこのフォトラボを使うとですねアイデアが湧いてきたりしますめっちゃ高度なことができるソフトです次は LINE ですねもうこれは外せないですね以前はメール中心でした今でもメールは使ってますけれどもでも LINE はリアルタイムで 情報の交換ができますからもう必須ですね LINE そしてそのこの左側にあるのがブラウザですねまだ使い方よく分かってませんけれどもこのストリームデックは例えば自分のお気に入りのサイト3つを登録してあげれば その3つをボタン1つで開くこともできます。そういうあの便利な機能もあります。次はこちらメモ帳ですね。メモ帳も毎日使うものですね。今日の YouTube で何を話そうかとかっていうことを簡単に記載していきますえ。次にこれです。これはオーディオデバイスの切り替えになります。 今この状態ではこの横にあるヤマハのスピーカーから音が出ます、まあ、こっちにもねヤマハのスピーカーありますけれどもこのスタジオディスプレイから音が出るようになりますどっちから音を出すかということですね モニターする時にに、えー、必要になりますこのスタジオディスプレイはいい音を出しますので気軽に音楽を聴いたりする時にはこれを使いますがでも音楽の編集作業などになるとやはり改造感それから音域全然違いますので、えー、このヤマハのモニターを使っています。 でこれはアプリの終了ですね。これを押すとアプリが終了します。で、次はそんなに使わないものを登録しています。ページ数。私はこんなこと言うと大変失礼なんですけれども、Word とか Excel とか PowerPoint が苦手なんですよね。 もっとシンプルで美しい画面の中で作業したい人間なんですそうするとこの「ページズ」が一番いいそれから「キーノート」スティーブ・ジョブズがプレゼンテーションで使っていましたけれども私も彼の発表を見てからもうお気に入りでこれしか使いませんでその横が「音楽を聴く時」「Apple Music」「天気を調べる」みたいな感じ ですね、その下の3つはこれは高度な写真編集をする時に使いますアナログカラーシルバー、まあ、デジタルというよりもむしろフィルム的な写真編集をしたい時にはこれを使いますなかなか面白い、えー、編集ができます で、その下は一般的なショートカットキーですね。すべてを選択する。delete, copy, paste, undo ということですね。次のページ。これは動画編集。Final Cut Pro を立ち上げたときにこの画面に移動します。ショートカットキーです。ですからここでタイトル。 テキストを入れる、ブレイドディレイトコピーペーストアンドゥそれから拡大縮小、まあ、そういったことができるわけですね今まではこちらのキーボードのショートカットキーを使って編集作業していましたがストリームデックを使うとこれだけでいけます いかかがだったでしょうか使いやすいように自分で設定してディスクワークを快適に素早くこなすそして機上にあるだけで楽しいアイテムだと私は思います。ご視聴いただき誠にありがとうございます。